皆さんこんにちは2022年卓研士合格の取説解説講義第4回講義を始めたいと思います担当はレクセン人工師の友嗣ですどうぞよろしくお願いしますさてそれではですね今回は、えー、制限行為能力者の基本のお話ということで、えー、見ていきたいと思います、えー、第2項制限行為能力者のところですね さあ、えー、こちらなんですけれどもはいえー、テキストで言いますと18ページのところからです。さあ、えー、こちら制限行為能力者まあこれあの前にね、えー、こちらの動画の方でもお話しさせていただきましたけれどもまあ,あね制限行為能力者、えー、こちら判断能力が劣っている人これは弱者であるから守ってあげましょうっていうのがですね、えー、まあ基本的な考え方ってことになります。 はい、えー、ですので、えーまあ、このね、えー、制限行為能力者というのは、えー、判断能力が劣っってているる人は弱者でああから守ってあげましょうこれがまずは、えー、ポイントになってきます。で、えー、ここでちょっと意思能力と制限行為能力行為能力の間違いということでまず、えー、ちょっと意思能力のところから見ていきたいと思います。契約を結ぶために意思能力というものが必要ですと。 で意思能能力力のないい人意思無能力者、えー、と言いますこれはの制限行為能力者とはちょっと分けて考えてください。えー、意思無能力者と制限行為能力者はまあちょっと別物ですよっていうイメージ持っといてくださいね。はい、でこの意思無能力者がした契約はこれは無効というふうになります。はい、えー、こちらは無効です。で後でやりますけども制限行為能力者こちらの方は、えー、取り消しができますと。えー、こっちですね。 え制限行行為為能力者がが単独ででしした行為は取り消しができるそう、こっちは取り消し。それに対して、こっち。意師無能力者がした契約は無効。なので、もう本当に別物とちゃんと考えておいてください。じゃあ、医師無能力者ってどんな人ですか泥酔状態の人、就学前の児童。ね。えー、こういったものがですね、え、医師無能力者に当たります。これ、医師無能力者がした契約というのはもう本当に、えー、無効ということになっていきます。 はいまあ、なんでですかって言ったらばやっぱりねもう、えー、やっぱりまあこれ泥酔状態でやりましたえー、ね就学前の児童でしたって言ったらば、まあ、ちゃんと認識して「うん」って言ってるのかどうかっていうところから疑わしいので、まあ、それはもう最初っからなかったことにしましょうっていうことになります。でそれに対してこちら制限行為能力者、えー、こちらなんですけれども判断能力が不十分と見られる人ですね。 はい、えー、意思能力はあるんだけどもじゃあその判断能力がちょっと不十分だなっていうような状況の人を制限行為能力者と言いますでこの制限行為能力者には4種類あります、はい、でこれはしっかり覚えておいてください未成年者成年非公権人非補佐人非補助人ですね、はい、未成年者成年非公権人非補佐人非補助人、まあ、未成年者が一番 ね、あの分かりやすいかなというふうに思いますけども例えば14歳15歳ぐらいの、えー、人間未成年者ですということですねやっぱりまあ、えー、大人に比べるとその判断能力っていうのは劣ってるでしょうっていうですね、えー、そういったところでございます。はい、で、えー、まあこの未成年者で多分理解していくのが一番理解しやすいと思いますので下、はい、この制限行為能力者、まあ、未成年者とかにはですね保護者をつけることにしましたと。 だからね未成年者は大体ね、えー、親が保護者として保護監督してるじゃないですかそうねえー、保護者がっていう言い方をすると大体親のことですよねはい、えー、こういった保護者っていうものが、まあ、未成年者の場合には親というものが保護者になりますが同じようにこの成年彦人に彦三非彦助人にもまあその未成年者でいうとこの親にあたるですね、えー、その保護者というものがつきますよそうまずだから制限行為能力者には保護者がつきます まずここはしっかり押さえておいてくださいというところになってきますね。はい。まあ未成年者で理解していくと、まあ理解しやすいかなって感じなんですけども。では、19ページのところを見てください。はい。えー、19ページのところを見ますとですね、えー、まあ4種類載っております。 はいえー、未成年者成年費後見人費補佐人費補助人員というふうにありますとで未成年者ってどういうものですか18歳未満のもの、えー、これが未成年者ということになりますで、えー、保護者としてはいえー、ねつ、まあ、きますよってことですけどもじゃあちょっと、まあ、未成年者は置いといて残りの3つを見ていきたいと思いますはい え残りの3つです「青年・被後見人・被補佐人・非補助人」ですけれども、えー、この3つは何ですかっていうとまあざっくり言ってしまって。 とあの認知症にかかっている方っていうそういうイメージを持っておくと、まあ、理解しやすいんじゃないかなというふうに思いますでその認知症にかかっている状態で、えー、ちょっと症状が、えー、かなり、まあ、重めの状態だったらば、まあえー、こっちになるし、えー、中くらいの状態であればここになるしまあちょっと軽めで、えー、まあ多少ね認知症になってるのかなぐらいのもんだったらまあこのぐらいってことになるんです。 って、はいうまずそのイメージを持っといてほしいんですがただここで勘違いしないでいただきたいのはじゃあ認知症になりましたじゃあ自動的にそれで生年被高原になるんですか費用3になるんですか批判所になるんですかって言ったら答えは NO です。はい,、えー、そう,いう認知症の症の状がありますっていうだけではダメでプラスこれ。 そう青年非公権になるためには貢献開始の審判非、えー、補佐人になるためには、えー、その、ねえー、日常になっているという状態だけじゃなくて次補佐開始の審判、えー、同じように、はい、こちらも補助開始の審判というふうに、えー、ただそういう、ねえー、病状になってますってだけじゃなくてそういう病状になっているという,う状態プラス。 裁判所のお墨付きです、えー、裁判所があなたは成年非公権人ですあなたは非法佐人ですあなたは非法上人ですっていうふうに、えーね、裁判所が認めてくれて初めて成年非公権人になります。 ですので、えー、いくらそのね、えー、認知症にかかっていて、ね、症状がかなり重い状態だというふうになっていたとしても、別にその裁判所の審判を受けてないというのであれば、それは成年非公判人としては扱いません。そこを気をつけておいてくださいね。あくまで成年非公判人、非公佐人、非公状人になるのはその裁判所のお墨付きがあってっていうことになります。まあそれに対して、えー、ね未成年者は別に裁判所のお墨付きも何もいらないんですよ。えー、18歳未満のものはも自動的に未成年者として扱い 使いますのでね、だからちょっと、えー、こことこの3つはちょっと毛色が違うのはそういうところです。えー、この成年非公家人・非補佐人・非補助人に関してはあくまで裁判所の、ねえー、お墨付きがあって初めて成年非公家人・非補佐人・非補助人になるということになります。で まずこの、生年非後見人、非補佐人、非補助人。えー、これちゃんとネーミング覚えておいてください。ネーミング覚えておいてください。生、えーえー、年非後見人、非補佐人、非補助人の順番になります。で、保護者の名前がこちら。そう。皆さんお気づきになりましたかはい、えー。この制限行為能力者に非の字を取ると、そう。生、えー、年非後見人の非の字を取ると、生年後見人。そう、えー。非補佐人の非不の字を取ると、補佐人。 えー、非補助人の日の字を取ると補助人になりますよねというふうに、日の字を取ると保護者になるんですよ。はいえー、要するに、えー、この成年後見人に守られている人間、補佐人に守られている人間、えー、補助人に守られている人間という、まあ、そういうネーミングなんですよね。成、はいえー、年非後見人、非補佐人、被補助人というのはね。 はいですので、えーまあ、ちょっとね、これ、えー、ネーミングとして、まずはしっかりと押さえておいてください。ここまでよろしいでしょうか。で、まあ、イメージとしてです。イメージとしては、えー、結構ね、えー、ここで、えー、分かれるっていうイメージを持っておくといいと思います。はい、えー、ここですね、はい。何かと言いますと、あのー、上2つ、未成年者と成年被後見人は、かなり手厚く守ってあげようとする傾向があります。 それに対して非保佐人と非保上人に関してはまあちょっと多少サポートするよぐらいのイメージだと思ってください。はい。上2つは手厚く守ろうというイメージ。えー、下2つはまあ、えー、軽くちょっとサポート程度に低下しますよっていうねそのぐらいのイメージと思っておいてください。はい。 で、えー、こと宅建試験に関しても出題は上2つに結構集中しています。えー、未成年者と成年非公認人がやっぱり出題の中心です。非標者人と標準人よりも、えー、上2つの方がやっぱり出やすいので、まあその未成年者と成年非公認人の学習をちょっと中心にやっていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。 でえー、まああの多分皆さんがこう勉強する上でこの4種類の中で多分一番ねあのうん,なんていうんですかイメージしやすいのは未成年者でしょうから、まあ、未成年者でとりあえず、えー、ここの勉強をしてみてあ同じようなものがこの成年非公認非補佐人非補助人にもあるんだなっていうふうに、えー、考えていくといいんじゃないかなというふうに思います。はい さあまず、えー、先ほども言いました通りこの4種類があります。そして保護者をつけますというところですね。では行きます。制限行為能力者が単独でつまり保護者の同意を得ないで行った行為は取り消しができるとしています。気をつけてくださいこれ、えー、取り消しができるということはそう取り消すまでは一応有効です。 はい、そこ気をつけておいてくださいね無効にはなりませんのでね制限行為能力者が単独で行った行為は取り消しができますよということになりますなんでですかかわいそうだからですそう、えー、ね、まあ、特にね、えー、深く考えずにうんって言っちゃったかもしれないで、それで守りなさいって言ったらちょっとかわいそうだから、えー、あとあと冷静になって考えてみたらやっぱなかったことにしたいなって言った時にやっぱなしって言えるようにしましょうよと、えー、いう風にしましたはい、この取り消しは 制限行為能力者を保護するものであるため善意の第三者に対しても代行すすることができますはい善意って何でしたかはいこれでポンと言葉が出てこないというのであればあまり先に進まない方がいい方がです本当にあの最初この言葉っていうものに関してはあのん前にもちょっと喋ったかもしれないですけどあの当然のように出てくる傾向がありますのでそのために「あれこれって何だっけこれって何だっけ」とかになるので本当にあの「 最初のところね、言葉の意味がスッと出てくるようになるまではあまりねあの急いで先へ先へへって進ままないいいい方がいいと思いますよ。えー、ですので善意「あこれは事情を知らない人だな」っていうところね「えー、事情を知らないという第三者に対しても対抗することができますよと」と、はい、ただしですねこれ制限行為能力者がかわいそうだから取り消し機能を挙げてるのに、はい、その制限行為能力者がですね行為能力者であると信じさせるために寂術を用いた。 つまりね制限行為能力者自体が悪いことをしてるだったらもう取り消しはできませんそうえかわいそうだからね取り消しさせてあげようとしているのにもかかわらずその人が悪いことをしてるんだったらもう守ってあげる必要ないじゃないですかってことになるわけですね例えばね、えー、未成年者なのにもかかわらず私は20歳ですというふうに言った ねえーね、実際は16歳ぐらいだったにもかかわらず「私20歳です、ね、もう未成年者じゃないですよ」とえ「だから売ってください」って言って、ね、えで相手が安心してあ「じゃあ未成年者じゃないんだったら取り消しもされないだろうから安心して売れるよはい売った」って言った瞬間に「え実は私は16歳でした取り消し」とかって言えるわけないでしょってことです。 そうえー、ですのでそれは、えー、保護する必要がないわけですからそれをね、えー、なんかんまあね、えー、取り消しさせてあげるっていう必要はないでしょうっていうそういうことになりますので、はい、そのね、えー、守ってあげるべき制限行為能力者が、ねえーえー、私行為能力者ですよっていうふうに信じさせるために詐術を用いた、ね、つまり騙した場合にはそれはもうごめんなさい取り消しはできませんというふうにいたしました。 はいまあ、こんな感じで、ねえー、ちょっと理解していただけるといいんじゃないかなというふうに思いますはいそれではですね、えー、今回はこの辺にて終了したいと思いますまあ制限行為の力者ね、えー、ちょっと冒頭の触りの部分だけでしたけどもまあ、こんな感じで、えー、ね、えー、ちょっと引き続きねこの先の勉強も頑張ってやってみてくださいそれでは今回はこの辺にて終了したいと思います、えー、また次回の動画でお会いしましょうそれでは皆さんお疲れ様でした